はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回からなんと7本にわたってシェイプレイヤーについて学んでいきたいと思います。講師は木之本キリンさんです。どの講座もめちゃめちゃ役に立つ内容なので、ぜひチェックしてみてください。それではキリンさん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、木之本キリンです。今回はこんな感じの背景を作っていきましょう。この上に説明テロップやグラフを載せたりすると、映像のクオリティがグッとアップすると思います。では行きましょう。ステップ1、シェイプって何ってところからざっくり説明していきます。アフターエフェクトではローワーサードの作成、モーショングラフィックス、トランジションやグラフを作成したりするときに、シェイプっていうこういう図形みたいなものを使っていきます。ツールの説明をします。実際に触っていきながら見ていきましょう。コマンド N で新規コンポジションの出します。プリセットの HDTV1080-2997、 これですね。尺は30秒にしておきましょう。3000で、ノンドロップフレームですね。はい。で、最初にペンツールっていうものを使います。この左上にあるこのペンのマークですね。これをクリックして、真ん中の画面上をこう2点つなぐと、こういう線が出来上がります。どんどん追加していくと、こうやって線がどんどん出来上がっていきます。またこう3点以上をつないで、この塗りという部分にこう色が入っていると、中身も塗りつぶしになります。でクリックしている途中にドラッグすると、こういうハンドルが出て、カーブを変形させることも可能です。線の太さや色などはここですね。ここで調整が可能です。色を変えたり、太さを変えたりすることが可能です。はい、では次行きます。ペンツールの隣の長方形ツールというものをクリックして、画面をドラッグすると、最初のこの四角のマークのものは長方形を描きます。でこのツールを長押しすると色々出てくるので、次は角丸ツールというものをドラッグしてあげると、角がぐにゃんと回っているものになります。で次は楕円形ツールですね。円を描きます。シフトを押しながらドラッグすると正円になってくれたり、 Mac の場合コマンドを押しながら押すと中心からこう円を引いてくれるようになります。次、多角形ツール、多角形ですね。角がたくさんあるもの、これで最初は五角形が出来上がります。こう中身をいじっていくと三角形とかいろんな形に変更することも可能です。ではステップ2、グラフィックを作っていきましょう。今回はアニメーションする背景を作っていくんですが、基本図形を6つ作って作成していきます。1つ目はジグザグ、2つ目はぐるぐるしてるもの、3はバッテンですね、4つ目はドット、5つ目は円、6つ目に波。この6つのグラフィックを作って、構成していこうと思います。まずは1、ジグザグですね。ペンツールを選択して、この塗りっていう文字のところをクリックして、なしを選んであげて、線は5ピクセル。ちょっと細めの線にします。で、それで線を引いてあげましょう。そしてこのシェイプレイヤーを選択して、中に潜っていって、追加。その下の方にジグザグっていうのがあるんですね。これをクリックして選択してあげます。するとこう線がガタガタと曲がってくれます。これはパスのトリミングというアニメーションをさせていきます。追加でパスのトリミング、で0秒のところの終了点は0にしてあげて、2秒かけて終了点が100、1秒のところに開始点0打って2秒後で100になると。再生してみるとこんな感じ。スーッと。ちょっとジグザグの角度が低すぎるので、よいしょ。サイズ30とかにしておきましょうか。で、追加のリピータートランスフォームで1を0。Y 軸の値を増やしましょうか。50とかにしてあげて、こんな感じですね。で、今ちょっと画面のセンターに来てないんで、タイトルアクションセーフとか出してあげて、コマンド K でコンポジション設定に入れるんで、グレーにしてあげて、なんとなくこれがセンターになるようにしといてあげましょうか。こういう感じですね。この後レイアウトしていくんですけど、出来上がったらプリコンポーズといって、
まとめてあげます。で、後ほど調整しやすいように最後のキーフレームから1秒あと、まあ、4秒のところでオプションカクカッコをしてあげて、レイヤーをトリミングしてコマンドシフト C でプリコンポーズをかけます。ジグザグとしておきましょう。はい、コンポジションディレクション調整するにチェック入れてプリコンポしました。はい、じゃあどんどん次も作っていきます。2番はぐるぐるですね。同じようにペンツール選んであげて、何もレイヤーは選択してない状態で直線を引きます。シフトをしながらクリックしていくと直線が引けます。で、先ほどと同じように追加旋回を選びます。で、旋回の値を、こう上げていくとぐるぐるっと回ってくれるので500とかにしてみましょうか。で、先ほどと同じようにパスのトリミングを入れていきます。パスのトリミング、終了点0にしてあげて2秒かけて100になる感じですかね。下のジグザグは面タモを押してハイドしておきます。よいしょ。同じように1秒から開始点つけて2秒かけて消えるようにしましょう。これはちょっと太めにしておきましょうか。線を20とか。はい、できました。で、これも、ポジションを、選択ツールに変えてちょっと真ん中に配置しておきましょう。よいしょ。で、こちらも先ほどと同じように4秒のところでトリミングかけてコマンドシフト C プリコンポーズをかけます。ぐるぐるですね。はい、次です。バッテン作っていきます。長方形ツールを選んであげてダブルクリックしてあげるとコンポジションぴったりの長方形ツールが出来上がるんで、サイズを調整していきます。コンテンツの中の長方形パス、この鎖を外してあげてサイズを25の200、線なし、塗り、色は白とかにしておきましょう。で、これをアニメーションさせます。サイズにキーフレームを打って、最初は0、25の0から2秒かけて200とします。ヨーンと出る感じ。ちょっとイーズがかかってた方がいいかもしれないですね。F9 を押して、イージーイーズをかけました。で、これをリピーターで増やしていきます。リピーター。今3つ複製されてる感じになっちゃってるんで、リピーター潜っていって、トランスフォームの位置を0、回転を90としてあげるとアニメーションが複製されて横の動きが追加されるんですね。で、最初のちょっと出るところが気持ち悪いんでタイトルアクションセーフ切りますね。視点を25からしましょうか。一番最初のキーフレームを25、25にしてあげて始まる感じにします。で、さらにレイヤーのトランスフォームですね。開いてトランスフォームとなっているところを調整していきます。回転をマイナス120から、1秒かけて0になって、位置も移動させていきましょう。位置にキーフレームって、まあ、3秒かけて横に動いていくと。例えば1200まで移動するみたいな。どちらもキーフレーム全部 F9 でイージーズかけておきましょう。で、最後位置止まる前に透明度を0にして消しちゃいましょう。2秒のところで100にしておいて最後消えると。こんな感じですね。はい。で、これも4秒のところでカクカクこのトリミングをしてプリコンポーズをかけます。バッテンですね。ちょっとバッテンの入り方が急すぎたんで、頭フェードインになるようにしましょうか。1秒かけて0から100に。こういう感じ。頭にもフェードイン入れました。で、次にドットを作っていきます。楕円形ツールをダブルクリックします。楕円形ツールをダブルクリックして、今回は塗りがなしで線幅が5ですね。で、サイズを最初に0でキーフレームを打って1秒かけて50になるようにします。
ビーズかけときましょうか。 F9 して、で追加からリピーターをして、リピーターにもキーフレーム打っていきます。リピーターの中のトランスフォーム、最初は0で1秒経ったら100移動します。これもイージーズかけます。でさらにこのリピーターをコマンド D で増やしてあげて、リピーター2っていうのができましたね。同じようにキーフレームがあると思うんで、これを2秒のところに移動させてあげて、位置を X100 じゃなくて Y100 にしてあげると。するとこんな感じ、複製されていくみたいなアニメーションが出来上がりました。出来上がったら全体がなんとなくセンターになるように調整します。よいしょ、ですかね、大体で大丈夫です。さっきほどと同じように4秒のところでトリミングしてあげて、フリコンポーズをかけます。これがドットとしていきましょう。次は円ですね。楕円形ツールをダブルクリックして、今度は塗りだけですね。線をなくしてパスの大きさを、アニメーションさせていきます。サイズを0から、1秒かけて線の正円になるようにします。でこのパスをコマンド D で複製して、少しずらしていきましょう。オプションを押しながら矢印キーを押すとずれるので、どちらもイージーズかけましょうか。 U キーでキーフレーム出して F9 をして、でこの2つに追加からパスの結合というのをかけていきます。でそしてパスの結合で追加モードを型抜きってしてあげると、こうなんていうんですか、このレイヤーの中で後から出てくるパスで、型抜かれるようになります。ちょっとスピードが速いんでキーフレームを伸ばしていきましょう。2つとも選んで2秒ぐらいのところになるようにドラッグしましょう。シフト押すとこう吸着してくれるんで、ゆったりとしたアニメーションを今回は統一して作っていきたいと思います。はい、最後のキーから1秒後でトリミングしてあげます。はい、フリコンポーズかけます。で最後ですね、波っていうのを作っていきます。四角形ツールをダブルクリックしてあげて、線なしでエフェクトをどんどんかけていきます。ウィンドウからエフェクトプリセット出してみて検索していきます。波形は形はを入れます。でするとこうエッジがこう波打つようになってくるんですね。ちょっとタイトル2風落としますね。で波形の高さっていうのを70、幅を450で、速度っていうのを 0.2 とかにしておきましょうか。でそうするとこう波打ってくれるんですね。でさらにエフェクトをかけていきます。今度はタービュレントディスプレイスっていうのをかけます。値を30の200としてあげて、でさらにちょっとチョークをかけます。チョーク、なんかエッジが汚い感じがしちゃうんでちょっとだけ削ります。18とかで、このシェイプを複製して、下にあるものはコマンドシフト E とかで、まあ、何かしらでエフェクトを全部一体消します。でずらしてあげて、こう下でちょっと見えちゃってるところを隠してあげます。でこの2つをコマンドシフト C でプリコンポーズ波としておいて、でプリコンポーズかけたコンポジションをもう一回複製して塗りをかけていきます。で色を S0B50 のグレーにしてあげて、ちょっと背景の色変えますね。でさらにドロップシャドウをかけます。ドロップ位置を後ろのやつを上にずらしましょうか。でドロップシャドウの、不透明度は40で、距離を10、柔らかさ100とかにしてあげて、若干こうシャドウが乗ってるようにしましょう。もうちょっとずらしますか。よいしょ、こんな感じで
で、この2つをまたプリコンポーズして波プラスとか分かりやすいようにしておきましょう。これは30秒ちょっと丸々使ってみましょう。はい、では最後に、レイアウトについてと配色についての、tips みたいのを話していきたいと思います。僕が After Effects でレイアウトしていくときによく使うショートカットをまずご紹介したいと思います。レイヤーを全面背面に移動させる、コマンド括弧でこう、わかりますかね。レイヤーの順番を変えられます。シフトを組み合わせると最前面、最背面に移動します。あとは、レイヤーの選択ですね。コマンドをしながら、矢印キーを押すと選択されているのが上下に動いていきます。こうクリックしていってもいいんですけど、解像度の高いモニターとかだと細かくて押すのが難しかったりとかするので、キーボードでこうやって移動するのも便利だと思います。次はレイヤーコントロールの表示非表示ですね。ペンツールとかでこうグラフィックを書いてたり、こうたくさんグラフィックがある状態でこのレイヤーコントロールが邪魔になることがあるんで、コマンドシフト H を押して消して確認したりとかっていうので便利です。次、回転ですね。ナムパッドキーのプラスマイナスキーでこう回転させることができます。シフトキーを押すと重機みたいになります。次にレイヤーをシフトです。こういうアニメーションがあったとして、オルトキーを押しながらページアップページダウンを押すとレイヤーがフレーム単位でずれていってくれます。シフトを押すと10フレーム単位でずれていってくれます。これでちょっとずつ、アニメーションをずらしていったりすると管理しやすいと思います。で、また配色についてですね、アフターエフェクトのスポイトツールってアフターエフェクト以外のアプリケーションから色を拾うことがうまくできなくて、これがそのままクリックだとうまくそっちのアプリケーションに行っちゃうだけで色を拾えないんですけど、解決策としてはアフターエフェクトのスポイトツールを選んで、こう拾いた色のところにスポイトを上に置いてエンターキーを押すとこう色が変わってくれるんですね。これ便利なのでぜひ使ってみてください。はい、ではレイアウトしていきたいと思います。センターにテロップを置きやすいレイアウトを作成していきます。ちょっと長くなってしまうので早回しします。手順はいろいろあると思うんですが、今回は波のグラフィックを四隅に置いて、隙間を埋めていく感じでレイアウトしていきます。アニメーションが被りすぎないようにタイミングや位置に気をつけていきます。各グラフィックにはタイムリーマップを利用してエクスプレッションのループアウト、ループアウト、ピンポンなどを使っていきます。のりしろを1秒作っていたのはこのためで、のりしろ1秒がないとすぐアニメーションがループされて忙しい感じになっちゃうので1秒追加していきました。で、色は塗りとトライトーンで調整していってます。トライトーンは先ほどの波で使用します。以上で完成です。いかがだったでしょうか。各グラフィックを組み合わせるとシェイプレイヤーでこんな感じの背景が作成可能です。ぜひ試してみてください。はい、キリンさんどうもありがとうございました。木本キリン先生のシェイプアニメーション講座は全4講座あります。次の第2弾は時短に役立つローワーサードの作り方をご紹介します。基礎編応用編の2本構成で同じ日に公開します。基礎編はローワーサードの細かいテクニックをどこよりも分かりやすく説明しています。応用編は役に立つスクリプトやアレンジ方法など具体的に紹介しています。基礎編は YouTube で無料公開しますが、応用編はエコーのサポートメンバー限定の公開になります。サポートメンバーの登録方法については概要欄のリンクをチェックしてください。もちろん基礎編だけでもバッチリ内容の濃いものになっているので安心してください。さらにクオリティアップしてみたいという方はぜひ応用編をチェックしてみてください。サポートメンバーになると限定動画の視聴のほか、フラッシュバックジャパンの 5% オフクーポンも手に入るのでとてもお得になっています。応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンゼでした。ではまた。